何か間違っている気がするのだ。奏者はそうは思わぬか。破壊を口にしながら除名の可能性を口にする。自らを無慈悲と語りながら敵対する者の闘争を良しとする。世にはあやつのあり方がよく見えぬ。何者なのだあの女は。いや、そういうことではなく、なんというか内面の話というか。えい、世もうまく言えぬ。しかし文明の破壊か。しかしどうにも世の胸に引っかかってしまう。あの者の言葉と気配、いや全てに対して違和感があるのだ。秦王の凛々しさに当てられてつい心機一転などと勇ましく口にした私ですが、出陣にはいささか時間がありますので疑問点などをお聞きください。何しろ私が活躍できる数少ない見せ場です。誠心誠意お答えしましょう。捕食優勢ベルバー、この存在こそが秦王のマスターを襲った敵の首魁。1万4000年周期で現れる彗星であり、前回の到来時において観測確認された形態は涙する目に酷似しているとか。この優勢はあらゆる知的生命体にとっての敵と言えるでしょう。優勢は惑星付近を通過する際、惑星上に存在する知的生命体の文明を破壊します。地球にも一度接近通過を果たしており、その折にはムーンセルのデータのうち8割を侵食破壊したと記録されています。破壊され尽くしたムーンセルの領域のうち、再生不可能な侵食部分は凍結され切り離されました。現在でいう未明領域がこれにあたります。同時に地球上に存在していた有史以前の文明を完全に破壊しています。空にベルバーが輝く時、月は砕け、あまねく地上の営みは滅びる。我らの敵はそういったもの。知的生命体の敵、文明の敵、そして人とその文明の全てを記録し続けるムーンセルオートマトンの敵。それがついに現れたのです。あの白いサーバント、アルテラこそベルバーの先兵に違いありません。うん、改めて聞くとさすがに固唾を飲んでしまうな。優勢、彗星が相手とはスケールがでかすぎる。あれか、ロケットにまつわるサーバントを探し対決させるべきなのか。ロケットぐぬぬ、さすがにそうは思い当たらぬ。そうですね、フォン・ブラウンという人物がいたようですが、西欧財閥が宇宙開発を凍結したため姿を消してしまったと言いますし、残念です。
魔の星ベルバー。うん、確かに世は覚えたぞ。それこそがセラフを蹂躙し奏者を苦しめる諸悪の根源、敵の名であるのだとな。1万4000年周期で訪れる幽星ベルバー、それに対処する防護策の一つがレガリア。ムーンセルが持つ権限を一時的に第三者に譲渡するシステムです。神王の形態変身はその英霊の特性とは別にムーンセルそのものから力を引き出したもの。あれは対ベルバーに特化した形態なのでしょう。レガリアの権限でムーンセルの力を組み上げ自分の思うままに特性を変化させたというのだな。しかしあの適正プログラムは何なのだ。やはりベルバーに属するものなのか。恐れながらまさしくご明察の通り、キャスターが放逐していたものも英霊アルテラが率いていた軍隊もベルバーの細胞に侵食され変貌したもの。1万4000年前このムーンセル内部に侵入し排除しきれなかった幽星の先兵アンチセルなのです。ムーンセルはアンチセルを排除できなかった。未明領域に彼らを封印するしかなかった。その封印もすでに破られました。ですのでお忘れなきように、レガリアは対ベルバー用の霊槍アルテラを撃つための武器なのです。そうか、そうなのか。てっきり世はムーンセルがもたらした奏者との結婚指輪か何かとばかり。真実のレガリアとはそうロマンチックなものではないのだな。ちょっぴり残念だぞ。いや、うん、分かってはいたのだ。きっとそういう真面目なものだと。まあよい、くれるものはもらっておく。レガリアの進化が武器ならば使いこなすまで。世の才をもってすればたやすいことや。英霊アルテラ、彼女は地球における英霊です。それがサーヴァントとしてセラフに存在している。いかなる理由か幽星に選ばれその手足となって神王に敵対している状態です。セラフに現れた黒い適正プログラムは幽星の細胞に侵食され変化してしまったベルバーの増兵たち、そしてその兵を指揮する者がアンチセル。ベルバーが文明を捕食する際その領域に放つコマンダーですね。アルテラはそのコマンダーです。あれは未明領域の封印を解き最悪を蘇らせようとしている。完全なレガリアを持つサーヴァントをムーンセルの化身であると仮定するならば、アルテラは幽星の化身に相当する存在でしょう。さらにはレガリアの一部までも有し、今や彼女は史上稀に見る強大なサーヴァントとしてある。ありえざる魔力量をもって多大な破壊を行い1万4000年前にベルバーが残した未明領域のエネミー軍を操り隅々まで侵食を試みる。協力にして強大、実に恐るべき相手です。英霊なのだな、あくまで。御意、神王がムーンセルに選ばれたようにあれもベルバーによって選ばれたのでしょう。世のようにか。
アルテラという神明には。はい、アルテラという神明に正しく該当する英霊は現在のところ確認できていません。うん、それだ。そうなのだ。聞いたか、奏者よ。神明さえ聞けば大抵の場合はあの地のあの時代における英雄かと思うものだ。それがサーヴァント英霊というものだが、あの者にはそれがない。アルテラ、聞き覚えはあるような気もするが、こう妙に引っかかって出てこない。特殊な固有スキルや宝具の類によって隠蔽されている可能性もあります。そうなのだ。世が忘れっぽいとかではないのだぞ。無論調査は行いますが、判明の可能性は薄いものとお考えください。最後にあなたにとって重要なことをお伝えします。覚えておいででしょうか、ムーンセル中枢における王権登録作業の折出現した巨大な敵の正体は、おそらく捕食優勢ベルバーの一部。1万4千年前に太陽系に現れ、地球と月を滅亡寸前まで追い込んだ巨神と思われます。巨神？ベルバーは優勢ではなかったのか？ベルバーとて優勢、惑星に衝突しては自らも損壊する。ですので優勢は先兵をその文明に送りつける。1万4千年前に使用された先兵がその巨神なのでしょう。この巨神は未明領域で眠っていたと思われますが、優勢の接近で目を覚ました、そういうのだな。はい。とはいえすでにムーンセルに敗れ瀕死だったものです。未明領域の闇の中でようやく存命できるほどの。外に出れば自戒する、あくまで旧世代の先兵です。だからこそベルバーは新しい先兵を欲しがった。最接近しつつあるベルバーは未明領域に残された分身巨神を利用して襲撃を行ったのでしょう。そしてレガリア継承の準備を進めていた私を襲い、彼女の電脳体を3つに引き裂いた。精神と魂はなんとか私が逃がしましたが、肉体は転移させられなかった。すでに敵に囚われていたからです。巨神は崩壊したものの、敵はマスターを獲得し、ムーンセル内で自由に活動できるもの、サーヴァントを召喚することに成功した。それがあの白い英霊アルテラ。彼女は地球の生命でありながら優勢に組みした悪鬼です。肉体は捕らえられ、強引にマスターとして利用されているのです。まあよい、あやつが我が奏者を捕らえていることは明白だ。余も念のために尋ねよう。レガリアを取り戻し、ここにいる奏者と三人目とを統合すれば消滅の危機は消えるのだな。はい、まず間違いなく。キャスターによって連れ去られた魂は行方不明ではありますが、アルテラのレガリアと一体となっている肉体があれば消え去ることはありません。ご安心ください。その場合魂はどうなる？再統合にあたって呼び寄せられたりはするのか？呼び寄せられるでしょう。現在別れ独立しているのはサンスクミ状態だからです。精神と肉体が一つになれば
その器に決定します。となれば残る魂はおのずと本体に帰るもの。なるほど、より強いものに引き寄せられるということだな。だがそれを魂が拒んだ場合どうなる？拒むことはできません。精神と肉体が一つになった時点で残りの一つは統合されるのです。ああ、ただそうですね、それは面白い考察です。神王、3要素のどれかが不慮の事故で消滅した場合、それは他の2要素のどれかに統合されます。いえ、新しく発生するというべきか。例えばの話、魂がキャスターによって殺されたとしましょう。その場合、確かに魂は失われます。ですが、新たな魂の要素が肉体に宿り、三位一体はなされます。引き裂かれる前にあった魂の記録が復元されるのです。ですので、極論として、精神と魂が何者かに殺害された場合、それらの要素は肉体に戻ります。アルテラは神王とキャスターを倒し殺害すれば、自然と万全のマスターを手に入れられるということです。その点においては、肉体の奏者を抑えているアルテラが有利ということか。ますますどしがたい。だがよい、魂であれ肉体であれ、どちらか片方を取り戻せば奏者は助かるのだ。アルテラメと戦う理由はそれだけで十分だ。しかし、はあ、小悪狐に続いて星よりの使者とはなぜなのだ。キャスターはまだ良い、獣であろうと奏者の魅力からは逃れられるものではないからな。しかし、よりにもよって星か、星に求められるとは、なぜそんなにモテモテなのだ、奏者よ。若いというのはいいことですね。ですが、まあそろそろ出陣の準備をしましょう。好きだの嫌いだのの話になると私は全く役に立ちませんので、今は時間を無駄にできる状況ではありません。その手の話はアルテラを倒した後になさるのがよろしいかと。聖女、この上ない難敵だったが、こたびもなんとか勝利したな、奏者よ。しかし、いかなる理由があっての行動だったのか最後まで告げぬとは、口の固い女だ。まあよい、いくらかの予想であればつくというもの。それにすぐにでも確かめれば良いだけの話、当の本人にな。そうであろう、アルテラ。気配を読み取ったか、
鋭いな。三度目ともなれば嫌でも気づく。とかく貴様の気配は独特ゆえな。まあよい、今は真っ先に問いただすことがある。旗の聖女が敵に回った理由、すなわち。聖女は邪悪の優勢に組みしたか。いな、そうではあるまい、アルテラよ。貴様だ。貴様が貴様であるがゆえに、ルーラーはそちらについたのであろう。何を言うかと思えば、当然のことを問うな。お前は自分の言葉を理解しているのか、セイバー。お前が戦った2機は我が軍神の剣によって従わせたまでのこと。分かりきったことを問うなど。自分の言葉を理解していないのは貴様の方だな、アルテラ。私と正面から交われば壊れるだけだ。誰であれ、私の正面に立つことはない。私を止めたいのであれば、逃げながら戦うほかない。だというのに、面白い戦い方をするのだな、お前は。滅びを回避するために戦いながら、滅びそのものを否定しない。いや、その価値を認めているのか。真紅のセイバー、舞い散るために生まれた花か、絶え間のない炎のようだ。当然だ。要は滅びを嫌うのではない、醜いものが嫌いなだけだ。そして。いや遅い。騎手にも当日か。実力で聖女たちを従えたと豪語するだけはある。倒すべき敵ではあるが、賞賛は送る。余が認めよう。今貴様は最高の剣士に違いない。だが勘違いするでないぞ。今だけだ。余とて負けっぱなしではない。その気になればすぐに追い抜くのだからな。アルテラ、貴様なぜ笑う。いや、言い直すぞ。何を楽しんでいる。私か。そうだ。何を喜ぶアルテラ。破壊だけが貴様の本分だと言ったが、世はまだ貴様に破壊されてはいないぞ。確かにその通りだ。お前は私に破壊されてはいないし、私もまだお前を破壊していない。そればかりか、笑っている。本当に。本当だとも。鏡を見て確かめるがよい。だがその本心はどちらなのだ。
敵を追い詰めることが快感なのか、戦う相手がいることが嬉しいのか、どうなのだ。決まっている。敵を追い詰め蹂躙するのが私の意味だ。私になすすべのないお前の苦しみをこそ私が望むものに他ならない。だが笑うなんてありえない。だって今まで一度もできなかったのに。鏡と言ったな、セイバー。いいだろう、鏡ぐらいなら私のマイルームにだってあるはずだ。私は違うはずだ。人のような機能はない。それを急いで確かめないと。何？本当に見に行くやつがあるか。こら、戻ってこい。勝負せよ。なんという遊びの効かない性格か。次に会う時が猶予の終わりだと、そう言ったのは貴様ではないか。